引き続きジャパンナウ部門からラブ&ピース園子温監督にお越しいただきました。園子温監督のイメージをちょっと覆すようなファンタジックな物語でしたね。ありがとうございます。というかこちらは僕 の, 本来の姿なんで、皆さん意外と僕 の, 本来の側面を知っていただけていいんじゃないかな、嬉しいなと思います。はい、私も拝見していて、いつどこでドキッとするようなものがあるのかなと思ったらすごく心が温まりました。長谷川博己さんだったり麻生久美子さん、そして西田敏行さん、そして人形たちの演技も見事でしたね。僕は本当に人形の愛して大好きですし、あと動物がいっぱい出ますけど、僕はいつも疲れると動物園行って癒される方なんで、はい、その動物に囲まれて嬉しかったです。本来のご自身の姿とおっしゃってたんですけども、この構想というのはご自身がもう温めてこられたんでしょうか。25年前に書いた脚本を、やっと実現したという感じで、本当に感無量という感じですね。ジャパンナウの部門からラブ&ピース園子温監督でした。長谷川博己さんの歌声にも注目です。どうもありがとうございました。